こんばんは、ちおちゃんのお時間です。今回は人間が家畜化に失敗した動物を紹介します。私たち人類はたくさんの動物たちを家畜化しようと試み失敗してきました。失敗の理由はいくつかありますが、ある動物は警戒心が強いため人間を見るとすぐに逃げていってしまいました。逆にある動物は家畜にするには攻撃的すぎました。これらの中にはブリーダーを死に至らしめるようなものもいました。そしてこの両方のどちらにも分類されない動物たちは飼いならされてはいるが家畜ではないものたちです。これらの動物は飼育されることを許容し人間に従っているものもいます。しかし家畜と呼ぶには安全とは言えません。そのような動物はすぐに野生の本能を呼び覚まし凶暴化する可能性があるからです。シマウマ。19世紀から20世紀にかけて植民地主義者たちはアフリカの奥地に進むにあたって移動手段の問題に直面しました。馬はアフリカという全く違う土地で未知の病気にかかりやすくなっていました。さらにヨーロッパから馬を連れてくることは簡単ではありませんでした。そこで彼らはシマウマに目を向けました。シマウマはアフリカの至るところで見ることができ、しかもこの土地の病気に対して免疫を持っていたため彼らにとって理想的な動物のように思われました。ところがシマウマを家畜化する全ての試みは失敗に終わることとなりました。シマウマは警戒心が強い上攻撃的な動物だったのです。シマウマは人間を含む他の動物に心を許すことはなく少しでも危険を察知すると逃げ出しました。さらにとても速く走るため捕まえることがほとんど困難でした。もし捕まえたとしても後ろ蹴りをしたり噛みついたりして暴れました。シマウマは背中に乗られることを嫌い飼育しても攻撃性はなくなりませんでした。彼らはライオンやワニ、ハイエナ、ヒョウ、そして人間などのような捕食者たちがいるサバンナで生き抜くためにこのような性格に進化してきたのです。そしてようやく植民地主義者がやっとの思いでシマウマに乗った時馬よりも小さくて乗り心地が良くないことに気づいたのでした。ディンゴ。ディンゴはオーストラリアに住む犬のような動物です。こんなにそっくりでも犬とは見なされていなくて、従って家畜ではなく、それどころかオーストラリアの農家からは家畜を襲い、作物を荒らす害獣として扱われています。これまで先住民が約9000年前に食料源として連れてきた家畜犬が野生化したと考えられていましたが、近年ではディンゴは犬とは別の野生種で、一度も家畜化されていないという説が有力とされています。そしてオーストラリアの農場を荒らしているのはディンゴではなく、ただの野良犬や他の動物かもしれないそうです。ヘラジカ。数世紀前、騎兵隊がまだ軍隊の中心で活躍していた頃、スウェーデン王のカール11世は敵の馬が見たら逃げ出すような獰猛な動物を馬の代わりに用いたいと思いました。そうして彼はヘラジカを家畜化することに決めました。しかし残念なことに彼の考えはうまくいきませんでした。ヘラジカは近づくには危険すぎたのです。そして繁殖期には全く制御ができなくなるほど攻撃的になります。さらに病気にかかりやすい上、食生活が多様なため飼育が非常に困難です。なんとかして戦場に連れていくと、賢いヘラジカは戦場で仲間が殺された時危険を察知して真っ先に逃げ出しました。ヘラジカを食用肉として利用する試みもまた失敗に終わっています。食肉処理場に先に入った仲間が帰ってこなくなるのを見るとヘラジカは処理場に入ることを拒みました。こんな状況にもかかわらず1930年代、スターリンはカール11世と同じようにヘラジカの騎兵隊を作ろうとしました。結果はやはり失敗に終わりますが、続いてに聞いたフルシチョフはヘラジカを食肉に利用するためのプロジェクトを復活させています。当然これもまた失敗に終わり、いくつかの農場が閉鎖されました。しかしカストロマにあるカストロマエルクファームだけは存続していて、今も家畜化を試みています。アライグマ。あなたはアライグマを家畜にするのにいい候補だと思うかもしれません。彼らは器用に木登りをして狭いところにも入ることができます。これらのことから優れた飼育動物になりうると思われるでしょう。もしアライグマを家畜化できれば、高齢者や身体に障害のある人に非常に役に立ちそうです。しかしアライグマは決して飼育動物にはなりません。アライグマはその可愛い見た目にもかかわらず非常に攻撃的でかつ破壊的です。さらに好奇心が旺盛で常に動き回っています。もし狭い場所に閉じ込められたらすぐに物を破壊します。そしてお腹が空いたり怒ったりすると噛みついて飼い主に怪我を負わせる上、狂犬病を持っているかもしれないので非常に危険です。アライグマは人間のように手を使うことができるので何でも開けようとします。これが家畜化できない大きな理由で、彼らは脱走のプロなのです。
さらにアライグマは社会的な動物ではないため、単独行動を好みます。この性質が人に懐かない理由です。アジアゾウ、3000年前から調教されてきたにもかかわらず、アジアゾウは家畜とみなされていません。アジアゾウは飼育された動物または野生動物です。なぜかというと品種改良をされていないからです。家畜としてみなされるには、人間にとって好ましい特徴を持つ者同士を選択し交配させ、12世代までに野生種と遺伝的に異なっている必要があります。アジアゾウは成長が遅いため選択交配をするのが難しく、品種改良がされませんでした。アジアゾウは人間を乗せることを許しますが、それはただそうするよう調教されているだけに過ぎないのです。我々人間はアジアゾウが行動が予測できない野生動物だということを知っておく必要があります。カバ、人間は昔から世界で最も危険な動物の一つであるカバとは懸命に距離を取ってきました。事実、ライオンやゾウ、ヒョウよりも多くの人間がカバに殺されています。人間とカバが出会うとほとんどの場合人間の不幸に終わります。カバは長い牙を持ち、巨体に似合わず時速 48km の速さで走ります。世界最速のウサインボルトでも時速 45km に届かないくらいなので、この凄さがわかるでしょう。こんなカバを無謀にも家畜化しようとした人がいます。結果はというと、皆さんの予想通り失敗に終わりました。2011年、南アフリカに住むマリウス・エルスさんは家畜化しようとした体重 1.2 トンのカバに殺されました。エルスさんはこのカバにハンフリーと名付けてペットにしようとしていました。彼はハンフリーをよく川へ泳ぎに連れて行きました。エルスさんはハンフリーを息子のようだと言って可愛がりました。ところがハンフリーはいつも泳ぎに行っていた川でエルスさんを殺害しました。ハンフリーはエルスさんのことを父親と思っていなかったようです。ハンフリーは以前から町の人を追いかけ回すなどして地元で恐れられていました。コヨーテ、コヨーテを家畜化する試みは全て失敗に終わっています。コヨーテは基本的に人間を避けます。人間のブリーダーもコヨーテを恐れていました。なぜならコヨーテは狂犬病などの致命的な病気を持っているかもしれないからです。しかし何人かのブリーダーは勇敢にもこの危険を冒してコヨーテを家畜化しようとしました。彼らは若いコヨーテを母親から切り離して飼育しました。そうすると3世代後には人間をあまり恐れなくなりました。うまくいきそうに思えたのもつかの間、家畜化は失敗に終わります。コヨーテは人間を攻撃したのです。実は彼らは人間を獲物だと認識して近づいただけでした。そうして攻撃するタイミングを伺っていたのです。いかがでしたか？野生動物を家畜化することは非常に危険を伴うことが分かりましたね。皆さんも家畜化する際はくれぐれもご注意してください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入りましたらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。